YouTube って誰でも気軽に始められるのが大きな魅力ですよね。でもその実態は意外と知られていません。一体どんな人がどんな理由でどんな活動をしているのか、収益からバズり術まで知られざる山形 YouTuber のリアルに迫ります。ゲストは前回に引き続き山形 YouTuber のパイオニア、アフロリュウジさん。収録現場はアフロさんの自宅兼スタジオ。6年前から山形の魅力を紹介する動画を配信しています。第1弾ではマッコイさんに得意の一発ギャグを披露。スカラコメラ僕のからかわないです。客的には問題ないレベルもさぞかし上がったと思います。上がっております。やっぱ腕の見せ所、はい、そうです、ね、では行きましょう。すごい今日緊張してまして、で動悸が止まらないんですよ私。やっぱ動悸、息切れ、気付けに就寝就寝。一旦 CM です。改めまして、山形が生んだ天才テレビマン、マッコイ斉藤さんです。これまで数々の人気番組を世に送り出してきたカリスマヒットメーカー。現在は YouTube にも活動の場を広げ、トンネルズの石橋貴明さんとタカチャンネルズを開設。チャンネル登録者数は160万人を超え、バズりまくっています。コメンテーターはもう一人、今バズりまくっている注目の美人 YouTuber、 管理栄養士の萌蔵です。よろしくお願いします。萌蔵さん萌蔵さんは山形県出身、現在は東京で活動中。管理栄養士の知識を生かし、主にダイエット情報を配信しています。去年まではチャンネル登録者数が5000人でしたが、この1年間でなんと20万人に急上昇。まさにバズっちゃった YouTuber です。萌蔵さんのねショート動画見たことありますよ。 ありがとうございます。あのショート動画をうまく使うと伸びるんですよ。その手法をものの見事に当てはめてったいい例です。今動画を見る集中力がね5分から8分って言われてますから、時代はショート、偉いですね、賢いですね。それでは改めまして、山形 YouTuber の紹介に移りたいと思います。はい、こちらでございます。先ほど VTR ご覧いただきました。彼の正体はということなので、答えってこと。お兄さんの正体は、正解は筋肉 YouTuber です。タンパク質食べてますね先生。これは食べてますね。これ食ってますよね。食べてますね、がっつり食べてます。ほら、ほら、改めまして、筋肉系 YouTuber の朝倉ひろとさんです。筋トレは運動不足の解消にジムに通い出したのが始まり。なるほど。 YouTube では肉体の変化を見るのが自身のモチベーションになっているそうです。筋肉の魅力はやっぱやった分だけ成果が目に見えてわかるっていうのが、あとやっぱり筋トレすると姿勢も良くなるんで、ボディは最高のファッションっていう感じで。はあ、いい言葉言いますね。ご両親の反応は、まあ、生活見てると食事制限とかもしてるみたいなんで、まあ、体壊さないようにしてもらえればね。ずっと野球やってきたので大学まで、その延長上で筋トレなのかなと思ってたら、ちょっと見ると結構ムキムキで。チャンネルでは初心者向けのトレーニング方法やおすすめの減量レシピなどを紹介しています。やっぱり視聴者がその本当に20代30代自分ぐらいの年齢なんで、映像で体験してもらったり、まあ、そういう楽しみも味わってもらえたらなと思ってます。
本業は電気店、筋トレはあくまでも趣味。動画の撮影は仕事が終わった後や休日を利用して行っています。ジムには週に5日通い、全身くまなく鍛え上げます。実は今週末5日後なんですけども、筋トレ系の大会がありまして、ちょっと今全身追い込んで体をちょっと仕上げようとしてます。うわ、血管注射打ちやすヒロトさんが出場したのはフィジークという競技。筋肉のバランスや肉体の美しさを競い合います。高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。変わりないですか？いや、10キロぐらい太りました。10キロぐらい太りました。本当だ。森田さん、これどうですか？すごいですね。それでは、ヒロト Vlog の YouTube での収益を教えてください。収益は今、プロテイン2キロ分です。毎月のプロテイン代とかサプリ代で、まあっという間になくなっちゃうぐらいの収益ですね。つきましたね。フィットネス人口が増えてきているので、日本全体がフィットネスを通して、まあ、健康的になっていけばと思ってるんで、そういう情報を発信できたらなと思ってます。バイク乗ってるよ。すごいね、パパ痩せたねっつって、あの息子が褒めてくれるのがすごい嬉しくて。マッコイさん、継続は力なりなんで、お互いかっこいい体目指して頑張ってダイエットしていきましょう。 ありがとうございます。よくこの写真使ったなと思います俺。どちらのマッコイさんの方がお好みですか？そうですね、もう断然アフターの方がいいんじゃないですかね。森田さん、こっちの方がいいんだったらかなりの変態ですから。それではマッコイさん、バズり術を教えてください。はい、もうやめて、電気屋さん頑張れ。やっぱ電気屋さんにやっぱり集中していただきたい。これ見てるお母さんたちも YouTube やってねえで、父ちゃん母ちゃんの電気屋しっかりついでって、ダメだよって言って、焦らずにまず電気屋さんをバズらせる。